というわけでですね、オープニングドラムムービー見ていただきましたが、あれはそうですね、今から3年くらい前の、ドラムですね。で、今回ですね、車椅子ドラマーという皆さん、今回、ご挨拶を。で、まず、なんでこう、僕が車椅子なのかっていうところをですね、ブログがそれこそ3、4年ぐらい前に、末梢神経障害というものになりまして、手と足が、もう麻痺しちゃう病気になってしまってですね、それで、なんですかね、正座した後は立ち上がる感じ、あれに近い感じがもう24時間になっちゃって、これはこうもう歩くのもね、ちょっとしんどくなっちゃって車椅子ということで、今は生活しております。で、さっき見てもらった動画の時は、あれは病気したての時でして、まだ車椅子はデビューしてないですね。もうこれ病気悪くなったらドラムもギターも何もできないんじゃないかと思って、こちらのチャンネルでですね、これはもう今本名になってますから、前は、クロスラーヒオっていう名前でやってまして、まあ、もう本名にしちゃったんですけど、こちらの動画でですね、いろいろ自分の好きな曲弾いたりコピーしたり、動く、まだ動くうちはっていうことで、気に気にやってたチャンネルでした。で、またやっぱりね、案の定病気が進行してしまって、もうギターとかもなかなかできなくてですね、最近ちょっとベースも練習したりとか、まあドラムもですね、もう本当これは練習がてらのリハビリみたいな、足とかね、こう難しいですねこうダブルストロークっていうんですか、こうなかなかこう早く踏めなくなっちゃう、というわけでですね、まあそれでも僕は20歳までバンドでドラマーとしてやってたんですが、ただしかですね、バンドを一旦お休みというかやめまして、なんでかっていうと、こう曲作りの方がなんかね、すごく好きで、やっぱ揉めるんですよねプリプロっていうか、こうアレンジしてるのもね、ドラマこうギターこうベースこうピアノこうとかって、こうなかなかまとまらない。よし、じゃあデブ、僕が決められるユニットを作ろうっていうことでですね、ボーカリストをね、こう募集して歌ってくれると欲しいよって感じですね。それから20歳から、ね、ずっとユニットで、ギターとボーカルユニットっていう形で、このティックの山口百恵のようにこう動きましたけど、こうキックに持ち替えたんですね。それでしばらくやってたんですが、まあそれも楽しくやれて、そんでお仕事の方なんですがね、もう本当まぐれ的にですね、ある芸能事務所の社長の方ね、お声いただいて、なんかこう、最初なんかボーカルのレッスン用の曲を作れみたいな話だったんですけど、なんかそれからだんだん変わってきて、なんかあるアイドルの人たちとか、まあある、まあ、ボーカルユニットだった人がこうソロになって、まあ、その方に曲を作らせていただいたりとか、まあそういう面でお仕事だったら、本当作曲の方で作らせていただくようになりまして、ボーカルとして。ほんでこう23ぐらい、僕今37なんですけど、3年ぐらいこう、まあ、ユニットでこういう曲作りとかやってたら、ちょっと、まあ、仕事にもつながったっていうことで、
で、またうまい具合にですね、これ24号ぐらいですかね、こう中学校の時の同窓会がありまして、その時にたまたまこうコマーシャル、テレビの CM を作っている会社の方の、まあ、友達が来てまして、で僕が今作曲家やってるんだって話になったら、じゃあこう CM の曲をなんか募集してるらしいっていうことで、じゃあちょっとその、なんかデモ音源を送ったその、ね、上の人に聞いてもらうから、もしよかったら、僕そういうの作れないかってことで、でその CM の曲の仕事もいただくようになって、まあそれはですね、コミックとか、まあ、そういう漫画系とかの CM の曲をもうそれでもさせていただいてですね、まあやっておりました。で今となってはですね、もう目も見えなくなって、ギターもほとんど弾けなくなってしまうので、ね、もうほぼダメですねってなので、ね、ちょっと今リハビリ中ということでですね、ドラム、もう車椅子ドラマーとしてやっていこうかなと思って、で今日これなぜこうな喋ってるかというと、これこの動画投稿が50回っぽいんですよ、はい、でですね、実はですね、このさっき言ったあの本名神田孝則、あ、漢字の方ですね、この趣味の方ですね、100回系の時にね動画撮ってるんですよね。それはあの昔のステージを思い出してみたって感じで、こうギターを立ってこう弾いてるわけですよ。まあ、それがそれです。まだ立って弾いてましたあの頃はまだ病気がね、そこまで進行してなかったんで、歩けたりできたんで立ってましたね。まあドラムってね、ステージでもそうやってできるもんなんでそれもまあいずれね、バンドなんかでドラムやるとなっても、まあ、いいかなと思うんですが、ただね、もう足がやっぱり動かないってことで、こうダブルストロークができないって言ったんですけど、今これ実際にツーバスなんですよ。だからツーバスを利用して小細工してダブルストロークちょっとやってみます。100回記念で弾いてた曲なんですけど、
あれはこう4大こうボーカリストがいたんですけど、電気代みたいな感じで、まあ、ボーカルアルサ、クイールっていうユニット、ボーカルアイネン、エンドオソロっていうユニット、ボーカルルカっていう、セシルっていうユニット、で、ボーカルノン、セントフォリアっていうユニット、こう4つですね。の曲、どれ、どの子たちっていうか、どのユニットでもやってる、やってた曲なんで、そうですね、もしね、興味があったら、サンダーカサンダリーミュージックの方で、誰バージョンかな、多分、誰かしらバージョンのブライトっていう曲です。ブライトっていう曲が、あるので、はい、よかったら聴いてみてください。このホーム、はい、はい、このチャンネルのホームページ、ホームページっていうか、のところで、こう動画バーってあって、こう、多分他チャンネルってあるんで、そこで、神田高美ミュージック、あるんですね。カタカナもあってるので、で、リスト、再生リストにユニット分けしてあるんで、まあ、よかったら、ブライト。ずっとね、なんか昔作って、みんなに買ってもらって、ちょっとね、アッパーな感じで、もう前向きに頑張りよって、そんなんだろう。ぜひとも、よろしくお願いします。ということで、そうですね、今日は、喋りました。というか、YouTube こうね、クロスラー時代から3年ぐらいやってて、YouTube で喋ったの多分初めて。初めて喋りましたね。ちょっと、うまいこといけないかもわかりませんが、温かい目で見ていただけると、まあ、幸いかと思います、はい、というわけでですね、車椅子ドラマ高野木でした。それではありがとうございます。